ヤマト、アムギリ、コムドットです。はい、ということでね、月2月受験シーズンなんですよ。受験のエピソードみたいなのある。受験エピソード。僕ユーマと同じ塾通ってたんですけど、うん、チャリでバーって通ってて、やっぱ塾って可愛い女の子がいるじゃないですか。僕の塾にもめちゃくちゃ可愛い女の子がいて、なんかさゆみちゃんっていう女の子がいるんですけど、さゆみちゃん見てるっていう感じなんですけど、その子めちゃくちゃ可愛くて、やっぱもう授業中とかもこう見ちゃうんですよ。あ、先生の話聞いてても見ちゃう。でバーってこう授業受けてて、でうんこ漏らしちゃって、でうんこ漏らしちゃって。はい、ということでね、受験のね、あるある用意してきたんで、視聴者の皆さんとかもね、受験の方いると思うので、笑いを僕たちが届けられればなと思うので、はい、VTR 作ってきました。 VTR? それでは行ってみまーしょう。あー、もうシンプルに絶望だよね。もう昨日の自分を恨みに恨むよね。もう怒りのぶつけどころなくて、うわーってなって、最終的に自分のかかとか参考書の端っこかじるよね。あっちゃん、今日の夜ご飯よ。ヒットカット。もうこれは受験必須アイテムだからね。もう関係が密接すぎて、もうニコイチだよね。もう受験生とキットカット一番ニコイチ。もうポニーテールとシュシュくらいニコイチ。あれ、どこにもねえな、やる気スイッチ。一回ね、とりあえず一回やる気スイッチ探すよね。まあ、全然見つかんないから彼女に見つけてもらおうと思うけど、彼女なんていないから逆にやる気なくなるよね。えつぅ、おお、じゃあ遊び行こう。いや、まだ受験あるから勉強しなくちゃいけない。俺、受験は？俺ちょっと推薦で受かっちゃったからさ。ああ、いや、帰って。推薦組が悪いわけじゃないけど、なんかムカつくのよ。絶対受験組の前で推薦なんて口に出しちゃダメ。もうボルデモートくらい口に出しちゃダメ。え、何やってる？うん、テンプルランやってる。ゲーム？うん。うわ、最悪落ちたわ。帰って。もう落ちるってワードにとにかく敏感なのよ。もう悪意がなくても敏感に反応しちゃうから、もう一番敏感、もう小雪の肌くらい敏感。そう、はい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 アイドル最高。もう仕方ないのよ。もう LINE も Twitter もやめれば必ずアイドルに行き着くから。もうそんでアイドルオタクになって、試験当日パッて気づいたら試験会場じゃなくてライブ会場行っちゃってるから。おい、ちょ、米津くん帰って。もう他人の足音とかシャーペンの音とかすっごい気になっちゃうのよ。もうずっと聞き耳立ててるから。ゼブラかお前は。はい、ということでね、今回は受験生あるあるをお届けいたしました。この時期本当に受験生にとっては大変だと思いますが、あっちゃん、なんで第二ボタンないの？あ、本当だ。その風貌で第二ボタンないのおかしいでしょ。矛盾してるよ。ごめん、一番矛盾してるわ。え、その風貌で第二ボタンないの一番矛盾してるわ。それどんぐらい矛盾してんの？黒ギャルな瀬戸内弱長くらい